どうもこんにちは、ヒカルです。今回なんですが、Sリアチケットがなんとね3枚も、パーチャルで、パーチャルの、ガチャでゲットして、手に入ったんで、ガチャレベルアップして手に入れたんで、偶然3枚ゲットしたんで、ちょっとね、配信プレイを極めた僕が3枚ゲットしたということで、非常に嬉しいんですけど、これね3枚使って、連続で使って、とりあえずスーパーレア来たと思います。もうね、別に何が来ても OK。 3枚使ったらもう何来ても OK です。もう狙いとかないです。もうあえて狙わない。狙うなら、持ってないツルヤぐらいが欲しいかなってとこですね。持ってないやつだったらもう何でもいいかなと思ってます。とにかく持ってないやつを食うこと願って、来たと思います。連続でいきます。3枚ってちょっとやばいですよね。いきます。この演出がね、確定なんで、もう待ちわびたこの演出が見れるという。来ました、木村美香。一つ目、木村美香。なんかそんな悪くないっていう声をいただいたんですけど、動画で前当たった時に、木村悪くないよっていうコメントいただいたんですけど、悪くないみたいです。僕あんまり使ったことないんでわからないんですけど、今度使ってみようかなっていう感じですね。もう複数枚持ってるんで、木村美香。次いきます。もうこれ A ボタン押したらスーパーレア来ますからね。やばいですよね、ちょっと。確定なんで。いきます。来ました。野球仙人。もう野球仙人多分3枚目か4枚目ですね、これ。これはもう、アップデートで強化されることを祈ってます。多分祈ってる方多いと思います、野球仙人。結構当たりやすいっていう声聞くんで、これ。じゃあラスト。ちょっとラストぐらいはね、ニューを。鶴屋を。いきます、鶴屋。来ました、鶴屋。来ましたって言う。来ましたって言ったら来そうな気するんですね、本当に。いきます。来ました。来ませんでしたね。友沢亮。とりあえず、なしではないかなっていうところですね。友沢結構使い勝手いいみたいな、打者の場合は。ありかなと。木村とコンボを使えるんで、そういう面でいいかなと思ってます。友沢は今回当たったやつは木村もなしではないんで、野球仙人がちょっとね、ツルヤだったら嬉しかったかなっていうところです。またね、なんかスーパーレアチケット3枚使った割にはっていうような引きだった気はするんですけど、それは全然いいかなと。とりあえずは時の運みたいなところあるんで、3枚ゲットしたことに変わりはないんで、よしと、します。というわけで今回は木村美香と野球仙人と友沢亮が当たりました。他にもたくさん動画出してるので、そちらの方も、時間あれば見てください。ありがとうございました。